君の脳に直接届く魔王ソルのプライムです。さあ、シーン続けやっていきましょう。前回ね、萌と司が来て、人形喋ったってなったところですね。落ち着きを取り戻した萌と司に、印のことを説明する。徐々に消えていく記憶、近いうちに訪れるし、嘘のような話も、メリーという超常的な存在から語られることで重さを持つ。まあ確かに、人形が喋ってますからね。二人の顔は次第に青ざめてきた。さて、お二方。さや様の記事を信じ、わざわざ九条館を訪れたということは、記憶が失われる症状について心当たりがあるのですね。萌はもちろんのこと、司も暗い顔をして押し黙ったままだ。つまりはそういうことなのだろう。なあ萌、一つ確認なんだが、君の印、どこでついたんだ？この子たちは自分ほど記憶の欠落はひどくない。何か覚えているかもしれない。もしかするとだけど、私の印って、花彦くんの呪いなのかも。花彦くん？聞いたことがございます。この町の子供たちの中で噂になっている幽霊ですね。亡き主人も興味を持っておりました。九条さやが興味を持っていたのか。印と関係あるかもしれない。その花彦くんのことを聞かせてくれ。承知いたしました、モンソル様。花彦くんね。ではお話しいたしましょう、花彦くんの噂を。うわ、なんだ、もう。いや、怖っ。いや、笑うな、笑うな。めちゃめちゃ怖い。ねえ、聞いた？H 市のあちこちの学校で噂になってる例の男の子の幽霊。花彦くん、また出たらしいよ。その花彦くんなんだけどさ、夜学校の鏡を覗くと現れるらしいの。でね、質問してくるんだって。僕、綺麗？なんかいろいろ混ざってるように思えるな。その時、いいえって答えたら大丈夫なんだけどさ、はいって答えちゃうと、じゃあ赤いのちょうだい。うわ、いろいろ混じってるな。そう言い残して花彦くんは消えちゃうの。あ、消えちゃうんだ。でもね、それで終わりじゃないんだ。花彦くんは大人が嫌いでね、もし質問した人が大人だったら死んじゃうらしいよ。それも変な死に方でさ、体中の血液を抜かれてたらしいの。でさ、死体のそばには一輪のバラが残ってたんだって。血に濡れた真っ赤なバラが、さ。そういう感じなんだ。なんか一つの原因とかっていうよりかは、人によって違うのかな。得てして、噂とは歪みやすいもの。人から人へ伝播するうちに、勘違いや思い込みも混じるでしょう。ですが、真実を含んでいることもございます。萌様、あなたは何かご存知なのでは？私の印ってさ、H 小学校で花彦くんを調べてるときついちゃったみたいなんだ。これは印に関する手がかりだ。萌に詳しい話を聞く必要がありそうだ。なんかだんだん印についてなんか、ちょっとずつ外堀が埋まってきてる感じがありますね。1、どうして H 小学校に、2、花彦くんはいたのか、3、印にいつ気づいた。あー、なるほど。花彦くんはいたのか、印に気が、いつ印に、これ重要ですよね。はい。ついたタイミングだね。家に帰ってお風呂に入るときよ。太ももを見たら変なあざがあってさ、マジでびっくりしたし、すぐさや先生の記事にあったあざだって気づいたんだけどね。次は何を聞こうか。あ、まだ聞けるんだ。花彦くんいたのか。いなかったと思うよ。実を言うとよくわかんないんだ。噂になってる鏡の前まで行ったんだけどさ、急に背筋がゾワッとして怖くなって帰っちゃったから。次は何を聞こうか。どうして H 小学校に。心霊系の記者を目指しててさ、生で幽霊を見たいと思ってたの。 H 小学校で花彦くんを見たって投稿をオカルト雑誌で見つけてね。普通の小学校に入るのはまずいけど、H 小学校ならいいかなって。だってあそこは廃校だもん。大体の事情は聞けた。
花彦くんがいるかどうかは曖昧だが、H 小学校から帰ってきたら印があったのは確からしい。もしかするとですけど、司が自分の左手をちらりと見る。僕のも花彦くんのせいかも。これに気づいたの T 小学校から家に帰った後だったから。花彦くんって H 氏のいろんな小学校で目撃されてるんですよね。萌の話を聞いて何か思い出したらしい。司からも話を聞こう。まあ上から順番に聞いてこっか。 T 小学校、僕の通ってる学校です。 H で一番偏差値の高い小学校ですし、当然知ってますよね。次は何を聞こうか。ちょっと鼻につく言い方でしたよ。時間はいつ頃だ。確か日は沈んでましたっけ。家に帰る途中、忘れ物に気づいて学校へ戻った時です。うん。次は何を聞こうか。花彦くんは見たのか。それは見てないです。特に寒気とかも感じませんでしたし。あ、でも鏡の前は通ったかもしれません。家に帰る前、トイレに寄ったから。あー、やっぱ鏡なんだね。司から聞ける話はこんなものだろう。花彦くんの噂と二人の話にはいくつか共通する点がある。偶然の一致とは考えにくいが。花彦くんの現れた場所を調べてみる必要がありますね。あなた様だけではなく、お二方のためにも。調べると言っても、何を調べろと言うんだ。生、死と生は同じ場所にあるもの。もしそこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。探し出してください。印の呪いを消滅させるための鍵を。逃れる術はそれしかありません。いつの間にか大層な重荷を背負わされているようだ。さて、花彦くんは H 小学校と T 小学校、2カ所に現れたようですが、どちらを調べましょうか。まあどっちでもいいけど、廃校の方が行きやすいんじゃないですか。廃校の H 小学校。そりゃそうだよね。普通の小学校に忍び込むなんて逮捕されちゃうもん。こちらは住所と仕事どころか本当の名前すらわからない中年男だ。もし捕まったら言い訳できる自信はない。じゃあ早速行こっか。よろしくね。君についてくる気か。そりゃそうだよ。私花彦くんを見るの諦めたわけじゃないし。死因がついてるのになおそんなことを言うとは。萌がニコリと笑う。単に楽観的なのか、それとも強がっているのか。まあでもどうせね、どうせ死んじゃうならって言うとなんか悲しいですけど、どうせ死んじゃうならまあできるだけあがいた方がいいですもんね。でもこの子たちはあの恐ろしい死体を見てないわけですもんね。あれは何だったんでしょうか。僕も行きます。おいおい、金まで本気か。だって自分の命がかかってるんですよ。おじさんが失敗したせいで僕が死ぬなんて嫌ですから。可愛い顔をしてなかなか言うものだ。だが子供を連れていくのは。モーソル様、その躊躇は理解できます。ですが印は子供であろうと容赦なく牙を向き命を奪うでしょう。まあ確かにあの小学生の女の子と男の子を連れてるおじさんだから、まあお父さんっぽく見えるか。まあそれならいいか。彼らが印に抗うというのなら、その意思は尊重されるべきかと。怪異の住まう世界では人の世の常識は通じないらしい。生き残るためにはいろいろと腹をくくる必要がありそうだ。ただ連れて行く印人は一人だけにしておいてください。なるほど。大勢で行くと怪異に気づかれる危険性が増しますから。あと道中はくれぐれも道草を食わぬようお願いします。外の人間との不要な接触は印の進行を早める可能性がありますので。そうなんだ。そういうシステムなんだね。やむを得ない場合を除き最低限に控えてくださいまし。行ってらっしゃいませ。行ってきます。同行者の選択、はい、パートナーから行えると。メリーちゃんから聞いた話、ちゃんとメモした方がいいんじゃない。おじさんの記憶は怪しいって話だし、忘れちゃったら大変だよ。まあみんな忘れちゃうからね。またいつ記憶が飛ぶかわからない。怪異に関する情報はメモしてファイルにまとめておこう。それがいつか自分たちの命を救ってくれるかもしれない。見返せるってことですかね。怪異ファイルに新しい情報を追加した。花彦くんの噂ほか。怪異ファイル、はい。
重要な情報は会ファイルに追加されます。バックから確認できると。了解。あ、セーブとロード。じゃあパート1からパート2まで1日経ってるんですけど、この収録の話なんですけど、セーブができないからね、今日またこのパート始めるときに最初からやり直したっていうくだりがありましたぜ。じゃあこれでセーブできるんだ。システム。あ、セーブあった。セーブ大事なんでね。はい、というわけでパートナーは、まあでも廃校の方に行くんならね、そっちを調べてたですよね。萌ちゃんの方がいいですよね。バック、あ、肉体10、知能10、霊力9とか、これ出るんだ。これ何？あ、なるほど、ちょっとずつ能力が違うね。霊力は萌ちゃんの方があるね、もちろんね。逆にパワーさ、この主人公モーソルプライムが10で女の子8もあるの？2割減ぐらいなの？なかなか強いな、この子も。そして死因、あ、この死因マークは花彦くんのファイル、あ、になるんだ。印の噂、あ、花彦くんの噂、あ、なるほどね、情報が見れると。へえ、面白いね。ん？これどうやって戻るの？エスケープ？あ、エスケープだ。印ビットファイル。なるほど。ペーパーナイフ。九十巻の法隆持ち出した純銀製のペーパーナイフ。おう。コマンド、ナイフで刺す。近距離。あー、なるほど。そういうなんか戦うこともあるのね。うわ、なかなかですね。まあ、これしかも使用回数無限ってことは、使用回数無限じゃないものももちろんあるってことですもんね。面白い。タイトル画面には戻んないよ。びっくりした。この画面に戻るとしたら、タイトル画面もせっかくね、ここまで来たのに。トーク。しるし人と共に H 小学校へ向かい、花彦君の調査を行ってください。はい、どちらか。道草を食わぬように、これね。途中ちょっと、駄菓子屋があったから寄ってみちゃおうなんてやったら終わっちゃうと。さて、H 小学校へ向かう方法だが、メリーが言うには、ガレージにある車を好きに使っていいらしい。運転できるんだね。九条館のガレージは、館の離れにあった。空間には、それとよく似合う高そうな乗用車や自転車が並んでいる。幸い車のキーはテーブルの上に無造作に置いてあった。その自転車もあるね。早速出発しよう。さ、メリーちゃんの話だとおじさんって記憶をたくさん失ってるんだよね。そんな状態で車を運転できるの？萌が疑わしい眼差しをこちらへ向ける。まあ、確かに。大丈夫。問題ない。はずだ。ハンドルを握っていれば、そのうち思い出す。めっちゃ不安。半分は自分に言い聞かせていた。それにさ、免許も持ってないよね。おまわりさんに見つかったら、花彦くん調査どころじゃないけど、免許持ってないの？もっともな話だ。すごいシュールな笑いが起きてるぞ、これは。だが命がかかっている以上、手段を選んではいられない。いや、免許持ってないとさ、運転の仕方もわかんないでしょ、だって。印が消えたら、記憶も戻るだろう。その時に再発行してもらうとするよ。あ、再発行ね。ちゃんと免許を取ってたらだがな。うわ、すっごく不安になってきた。なるほど、取ってるかもしんないし、取ってないかもしんないから、それすらも忘れてるから、で、免許も持ってないと。怖いね。くれぐれも安全運転でよろしくね。しかもこんな大きいワゴンですよ。ラブワゴンみたいな。お、H 小学校。あ、こういう結構コマンドを選べる系なんですね。面白い。なんか思ったより、普通のこういうね、ノベル系よりも、いろんな要素があるっぽくて面白いですね。人の体というのはよくできてる。本当に運転できるのか、ガレージでは少々不安だったのだが、実際にこうしてハンドルを握ってみると、もはや不安などの入り込む余地はない。考えるより早く、体が機敏に反応して、この鉄の塊を見事に操っていく。じゃあ、免許持ってたんですね、きっと。さすがにゼロ運転だとね、わかんないよね。だがそうなると今度は、やることのなくなった考えの方が、鎌首をもたげ始める。ねえ、おじさんさ。こちらの沈黙に耐えかねたように、萌が口を開いた。さっきまでの元気もどこかに行ってしまったようだ。記憶が消えていくってどんな感じ？
答えに困る質問だ。どんな感じとは？全部一気に消えるの？それともバラバラに？悲しい思い出だけ残るとかだと嫌だと思って。そういうわけではないと思うが。住んでいるのか交代しているのか元の状態がわからないのだ。何とも比べようがない。そういう意味では消えるというより空白で塗りつぶされた、そんな感じだ。そっか、おじさん大人だね。いっつも落ち着いてるし。会話が途切れ、路面を舐めるタイヤの音だけが車内を満たした。そうするとまた次から次へと頭の中へ考えどもがよじ登ってくる。とにかく例の鏡を見るとして、その後は何を調べればいいんだろう。わかる？おじさん。萌はちらりとこちらを見た。さあな、自分の名前すら思い出せない男にそんなことを聞くのが間違っている。頼むってば。おじさんが頼りなんだからさ。何とでも言ってくれ。さすがは子供だ。あ、相手は子供だ。さすがに言葉にしなかったが、それが本心だった。ハンドルを乗せた両手の間にじっと目を落とす。館の人形、印人。印、怪異。そして機械なし。これは恐ろしいね。何回見てもちょっと見たくないな、あんまりね。次々と湧き上がってくる想念に押しつぶされそうだ。暗い道の先に何が待っているのか。ハンドルの上で警告するかのように手首が小刻みに震えている。頭には分からなくても肉体はとっくに感づいているのだ。死に近づいていると。それがあるのかはもはや問題ではない。問題はどれくらい先にあるかだ。確かに。あとどれくらい？ん？危うく声を上げそうになって、とっさに息を飲み込む。多分もうすぐ。あれ、思ったより近くない？ああ。そう、その通りだ。いつだってそれは。思ったより近くにあるものさ。ずっとあの、ホテルの、右にホテルの。ね、絵がありましたけども、ちゃんと住んでたんですね。恐ろしいなぁ、マジで。この学校絶対に入りたくないですよね、こんなとこ。月明かりに浮かび上がった校舎は不気味な佇まいを見せている。廃校となってからすでに数年が経過したらしく、校舎の壁のあちこちがひび割れ、ガラス窓もすっかり割れてしまっているようだ。校門の前には関係者以外の立ち入りを禁じるための太い鎖が張られている。ちょっとちょっと、そこはダメだよ。お、警備員いるの？廃校なのに。元気のいい声とともに現れたのは警備員の制服を着た男だった。どうやら巡回中の警備員に見つかってしまったようだ。ここは市が管理してる場所だから立ち入り禁止なんだ、知ってるでしょ。それとも何、最近よく心霊スポットで肝試しをする連中がいるんだけど、あんたらもそうなわけ？違うよね。1、いや違う。2、その通りだ。ここは心霊スポット。まあ、いや違うでいいんじゃないですかね。その通りだって言ったらただ追い返されるだけだから。横にいた萌は空気を読んで、うまく調子を合わせた。うん、違います。私たちは通りかかっただけで。警備員は素直にこの話を信じたようだ。そうだよね。いや、失敬失敬。とにかくこの学校は立ち入り禁止だから、誰も入れないよ。着任当日に面倒事は真っ平だし、早くここから立ち去ってくれ。いいね。当日なんだ。やっぱあまりにもこういうとこに入ってく人が多すぎてってことなのかな。警備員はブツブツ言いながら、廃校の中に入っていた。中も入るんだ。警備員もかわいそう。こんな怖いところ警備させられて。その姿を見送りながら萌がつぶやいた。前に忍び込んだ時は警備員なんていなかったのにな。見つからないようにしないとね。怪スポットでの移動。はい。あ、
え、上下普通に方向キーで移動できるの？どういうこと？地図で自分の向きと移動できる場所を確認してが先へ。はあ、左上にマップ出てる。これじゃが上ってやると昇降口を目指して進んだ。うわ、怖ー。無理、絶対進みたくない。両開きの扉を押し開くと昇降口に出た。うわ、暗っ。これじゃ何も見えないし、屋内では月明かりも届かない。さすがに懐中電灯を使うしかなさそうだ。ライトなんか使ったら警備員に見つかっちゃいそうだけど、まあ仕方ないか。ちなみにあの鏡は確か向かって右の方にあったはず。階段にあったと思う。踊り場の鏡か。怪スポットの調査。マウスを操作すると今いる場所の調査、あ、そういうやつもあるんだ。調査中に調べたい場所に光を合わせ、A を押すと場所を調べますよと。はい。これクリックじゃいけないのかな？光を合わせる。光を合わせる。まあでも、あ、てか普通に移動もこれ、クリックでできそうですね。今矢印出てないと思うんですけど、この矢印ってかそのカーソルは出てないと思うんですけど、これ動かすとちゃんと、で、向かって右に行けるはずと。何？あれ？廊下に足を踏み入れると、小さな影が足元を横切った。ライトで照らしてみるとそれは、うさちゃんだ。かわいい。黒いうさぎだ。学校で飼ってたのかな？ありそう。黒いうさぎは一声鳴くと、そのまま背を向けて走り出し、うさぎってああやって鳴くんだね。校舎の東側へとかけていった。行っちゃった。こっちに来いって言ってるのかな？なんて、わけないか。てか警備員もいるからそんな喋ったらさ、すぐ見つかっちゃうよね。会員ファイルに新しい情報を追加した黒いウサギ。ああ。これ左行ったらまた違う証拠とかも。ん？これは？あ、なるほど。あ、なんかあるよ。何かが蛍光灯にぶつかったのか。蛍光灯は無残に割れてしまっている。そういうことか。これで、うわ、これ、怖っ。この右のここに顔とか現れたらどうするとか思っちゃう。思っちゃいます、僕は。あ、これクイックでいけるね。向かう場所は、でも階段だよね。あ、振り返っちゃった。これ時間制限とかないよな。大丈夫だよな。あ、これで前に進めるね。だって、階段なはずだもんね。この上じゃないの？これどうやって行くの？これ右に、右でいいのかな？あ、階段を登った。あったじゃん。これで、このモードにして。怖え。ここだよ。前はこの鏡の前まで来たの。間違いないって。なるほど。その時、じっくりと手首に鈍い痛みが走った。なんか髪跡みたいなマークですもんね。まるで肉に食い込むような痛みだ。痛みから意識をそらすように、萌との会話を続ける。見た限りは普通だな。うん。どうしよっか。汚れた鏡だ。シミだらけで自分の鏡すらよく見えない。どうする？探るしかないよね。正面に立ち、そのネズミ色の表面を黙って指で拭ってみた。やはり何もはっきりとは見えない。自分の影がぼんやりした黒い塊となって映り込むだけだ。鏡の中で自分の影が揺れ動いた。最初はそう思った。動いたから影も動いたのだと。え？だが次に影が動いた時、冷たいものが背中を走り抜けた。これは自分の影ではない。何かが鏡の中に。うわー、いるねー。